はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。歩ける限りリンゴルフ毎年 USLPGA 挑戦続けたいと思いますが、そういう機会を、まあ、あと10年ぐらいは歩けるんじゃないかと思うんで、頑張りたいと思いますが、これから、来る人たちに、なんか一言ずつアドバイス。アドバイス。熱い。暑い。めちゃめちゃ暑い。でもどうしたらいいと思う。だってもうみんな初めての暑さでしょ、こんな暑さは。そうですね。でもな、日本の夏の暑さ、マックス暑い時をまず想定してきてもらって、うん、あとは慣れるしかないです。慣れるしかないよね。慣れるしかない。 QT、 アメリカの QT 大変だよね。うん、もっと高いんですもんね。もう高いかもしれない。目が開かない。これまだ大したことないんだけど今日はまだ110度ぐらいかな。だからまあ大したことないけど、うん、他に何かアドバイスありますか、今後来る人たちに。ご飯が美味しいです。それアドバイス。アドバイスじゃないよ。ご飯が美味しいです。楽しいです。そういう問題じゃなくて、あのアドバイス何ですかね。アドバイス、ワングリーンだからパターをめっちゃうまくしてて、うん、何が違う。パター違う。全然パターの芝のが感じが違う。芝がベントだから芝、うん、北海道でやってたらいいと思います、うん、ああそうなんだ。あ、でも寒い気がする。でも夏だからさ、あんまりネジっこくないでしょ。生えてないし、ラフが、うん、ベチャベチャではなかった。その暑さ対策なんだけど、慣れるしかない。なんか、なんか、あの、私たちで言うと、うん、なんだろう、その体冷やすスプレーとか、うん、そのドリンク、冷たい飲み物だったり、うん、日焼け止めをとにかくたくさん塗るとか、うん、日傘は絶対持ってきた方がいい。日傘は絶対持ってきた方がいいです、うん、ゴルフ的には。ゴルフ的には、うん、アプローチめっちゃ練習してきた方がいいと思います。アプローチ、はい、どんなアプローチの練習。ロブとか。ロブ、はい、あとバンカー難しいよね。難しいって。バンカーの、 あの砂が毎年この時期って砂が薄いのよ。だから、あのエクスプロージョンショットができない。できない。だからなんていうの、だから打ち方開いて打てないから、 その練習しなきゃちょっとまずいよね。熱い。足が熱い。ということで、練習日を含めて5日間お疲れ様でした。明日はあの山のてっぺんに行きたいと思います。めっちゃ楽しみ、はい、じゃあお疲れ様でした。皆さんおはようございます。おはようございます。今日はゴルフやりたくないということでとりあえずインアンドアウトに来て腹ごしらえしてたら、他のお客さんが帽子をもらってるのを見て、私たちも帽子をもらいました。これから3300メートルの山に向かいます。今日は3名ともゴルフが嫌だっていうので、インアンドアウトからの、山頂に来てます。来てます。ミッションヒルズからも見える、マウントサンフアントマウント、あ、マウンテンサンフアントだ。サンフアント山に来てます。ちゃんとこうパームスプリング、コチェラバレーが全部見渡せます。めっちゃ広大。すごい。これコチェラバレーって言うんだよ。これ全部あの、この盆地の音、コチェラバレーです。4月には超有名なフェスが開かれます。今年は夜遊びも出ました。あ、そうなんだ。去年は宇多田ヒカルが出ました。ということで、この見える範囲内できっとゴルフ場が、50軒ぐらいあります。あ、でも私あれ、こんなになってます。ちなみにですが、谷田ゆりか選手がエプソンツアーで2日終わって1番でした。現在トップ。現在トップ。頑張れゆりかちゃん、頑張れ。ファイティング、ファイティング。皆さん早いものでもう明日帰ります、はい。今日は最終日、
バーベキューです、ワイン、みんな美味しいケイマスという美味しいワインを飲んでます。味見させてます。はい、お肉がすごいです。お肉いっぱいあります。いっぱい食べてください。いただきます。チキンと、ポークリブと、カルビです。やばい、はい、どうぞ。いただきます。ワインも一緒に飲んでください。晩餐、エンディング最後の晩餐、最後のアイスってそれは何でしょうか。これハーゲンダッツのスティックみたいな、はい、アーモンドとキャラメルのやつです。別にいらないっつってたのにあれだったよね、買ったよね結局、最後買ってもらいました、はい、これはハーゲンダッツのクッキー&クリーム。いや俺もハーゲンダッツ買ったらどうって言ったのに買わないのに買ったよね最終的に。何日もかけて食べてます何日もかけてるか、2日目じゃん嘘つくね、まだまだ2日目じゃん、まだ2日目でこれ食べれちゃってもう明日買いんだから3日で行きますよ、はい、これ何、これシャーベットのアイスです。はい、3本も食べるの10本ぐらいあるんですよ今日。3本食べる、ね、はい、僕らの時からまた1本ぐらい食べます、はい、食べる遠慮しないで食べるから、ね、今日はいっぱい、山の上で歩いたし、はい、ということで最終エンディングは明日の朝、はい、眠い顔で撮りますけど、はい、ノーメイクで、いやー、しない、すっぴんで撮りましょう明日